和弘チャンネル。はい、おはようございます。目覚まし朝礼の時間です。今日はですね、僕が民間校長として一条高校の校長になった当時のですね、教育長ね、この教育長に要請されて一条高校の民間校長をやったわけですけども、中室さんです。朝礼だけの学校では奈良が千斗くんっていうね、キャラで有名というかね、キャラが千斗くんなんで千斗さんということで登場してくれています。中室先生、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。で、今はですね、中野さんは教育長の職を無事終えられて、でもう悠々自適で家にこもって農業でもするかと、結構ね農業大好きな人なんで、そういうふうに家族の方々も思ってたらしいんですが、これ壊れてですね、白藤学園っていうですね、これ奈良女子高校っていう、奈良女子高校ですね、奈良女子大とは違うんです。その奈良女子高校ってすごい面白いんですが、一条高校も新大宮っていう近鉄のですね駅で降りるわけですが、同じ駅で降りる、女子生徒たちがいたんですね。でこれが奈良女子高校で、奈良高校とはまた違うわけです。新大宮っていうのは奈良高校と一条高校と奈良女子高校のね、3つの学校の生徒がこうみんな降りるみたいなね、そんなとこ、その奈良女子高校、それから保育課もあるみたいですけども、幼稚園を従える白藤学園の理事長ですね、として今ね、新しいチャレンジを、今何歳でしたっけ？73歳なんです。73歳からですね、新しいチャレンジを始めていると。すごいですね。これこそその八ヶ岳連峰型のね、この人生の見本ではないかと思いますが、実は、中室先生は東京の人はもちろん知らなかったと思いますが、中室先生がですね東京出てくると、あるいは例えば文部科学省とかに行くとですね、ある呼び方をされるんです。それは何かっていうとですね、あの慶応大学の、中室牧子教授のお父さんですかと聞かれるようです。本当にそうなんです。ということで、学力の経済学を書いて、今は論客としてですね、コメンテーターとしてもかなり出てこられる中室牧子さん のお父さんでいらっしゃると、こういう感じですね。はい。中室牧子さんとも仲良くさせていただいています。ありがとうございます。で、まずですね、教育長としての仕事の前に、なんで教育長になったかっていう、もちろん教員として、そして教頭校長として実績がすごいあったからなんですが、その直前までやられていた都南中というですね、奈良市の中学校があるんです。その校長先生をやられてた時に、すでに、和田中の校長やってた僕との交流もあってですね、そこで、都南中の校長であった中室先生はすごいことをやったんです。僕は驚いたんですけど、僕は地域本部っていうのを作って、地域社会の人たちをこう巻き込んでですね、そして土曜寺子屋の運用とか夜スペもですね、地域本部主催でやったわけですけども、中室さんはですね、なんとその PTA の会長に NPO を作らせてですね、で NPO にそういう人をこう寄せるようにして、子どもたちのために斜めの関係でいろんなサービスしてほしいという、そういう NPO をですね、学校の中の本部に作っちゃったんですよね。でしたよね。はい、その通りです。これちょっと普通しない発想だと思うんですけど、 NPO を外でやってくれるならいいけど、普通だとその学校の中にはちょっとね、入ってこないでねみたいなね、そういうことをよく言うその校長教頭多いんですが、NPO を作らせて、その中で活動しろっていうのは、どういう意図で、またね、どういうきっかけで始まったかを、ちょっとその辺話してもらいます。はい。ちょうど藤原先生が世の中化を和田中で言われた頃に、私もいろんな情報を得てですね、なるほどなと。いわゆるその私の周りにおられる学校の支援者っていうのは PTA の方であったりとか、あるいは地元のよく言う連合会であったり自治会の方っていう方、民生委員の方、そういう方が来て、学校を支援していただくっ
というんですが、その当時私はまだ若い校長でしたので、感じたのは、いや、会議に来ていただいて支援していただいても、本当に形式的な支援で終わってしまっていると。実際子どもとこうに支援をしてもらうっていうのはこれでいいんだろうかっていうのは、その世の中かなんかを見ていてですね、思ったもんですから。で、そうなるとこう PTA っていうのは子どもが在籍する間だけはおられるんですが、終わったらもう学校から去っていかれるということで、で、ずいぶん前に去っていかれた方もおられるんで、そこの誇りも払ってですね、今去っていく人たちもと引き止めてですね、いわゆるその PTA としてはなくて、地域の住民として、その人たちはみんな地域住民ですから、で、当時も私も地域の住民でしたので、地域住民としてずっとこう関われることはできないだろうかって考えたときに、あ、そうだと、この人らは学校の PTA をやるっていうことは、もう全くボランティアでやってきた人たちだから、こういうことはよく理解できるだろうということで、NPO を立ち上げませんかと言って、もう今年限りで PTA 会長を退任ですという元 PTA 会長に声かけ、そしてまた、三宅さんという人がいたんですが、この人がエンジンになってくれたんですが、この人が市の PTA 会長もしてましたので、奈良市全体で、この人も校区の人でしたから、呼び込んで立ち上げないかという、そういうことをやり始めてスタートしたということです。は PTA の、ね、会長だった虎杖さん、そしい、てこれが理事長になられるんですね、そうです。その NPO。それでその三宅さんっていうのはもう本当に和田中に何度も通ってこられまして、虎杖さんも来られたと思いますが、そういうことで、奈良でその同じようにその地域社会を本気で巻き込んで、そして生徒との間に斜めの関係を作らせると、それも PTA やめてもね、卒業生の OB、OG というような形で保護者というよりは地域社会の人として関わってもらうみたいなことを本気でやる学校が現れたっていうことで、ちょっと東西で連携していきましょうみたいなね、そういうこともあったわけですけど、実際に何を一番これやってたんですか、一番活最動初、として。やっぱりきちっと何で取り組むかっていうことを決めなきゃなりませんので、その時に都南中学校、私が校長として一番抱えてたのは、やっぱり不登校が一番多かったんですね。だからこの不登校支援を地域から本気になってやってくれないかというようなことで、その人たちが、もちろんカウンセラーを学校に入れるためのお金も集めてくれました。カウンセラーを入れてくれたり、市へ要望してもらってカウンセリングルームを作ったりすることもあるし、そしてカウンセラーと連携をして、いろんな外でやる事業をですね、を展開していってくれたという、いわゆるキーワードはその時は不登校をどうしようかというテーマ設定をして。ああ、それもすごく大きい、わかりやすいテーマですよね。なるほどね。結構その都南中のある地域っていうのは、割とこう厳しい子、経済的に厳しい子の多い地域だったっていうことも聞いてますし、和田中もそういう部分があったんですけども、そういう学校こそ、もうとにかく地域社会の力がなに中に入れて、でもう職員室の先生だけで学校を経営しない。職員室の先生と、それから地域社会の大人で、これ保護者も含むみたいな感じですよね。PTA だけじゃないと。これでその両輪で回すみたいなね。それを多分、中村先生が、NPO を作って学校の中に本場を置かせるっていうことでやったんだと思うんですけども。そして、教育長になられて、いろんな課題があったと思います。で、中川市長が非常に積極的な人なんで、教育についても、その新しいビジョンを掲げたいというようなことで、僕らを巻き込んでですね、勉強会が始まるわけですね。キャリアリンクの若江さんだったり、それから藤沢久美さんだったりですね、それから、Teach for Japan の松田君だったりですね。そんな形で、あと免除君もいたかな。で、柴崎さんもいました。柴崎さんもいた。そんなことで、僕は実はそういう委員会とか審議会みたいなものは文科省のでさえも断っちゃうんだけど、市長とそれから教育長が毎回出てきて、それをもう本気で実行までやるっていうから、じゃあ面白いからっていうんで5、6回。
で、そのうちの1回はその一条高校をちょっと見学したりですね、して、で、その後に、まあ、これ、その審議会で、こういう提言を出すわけだけど、それほっといたって、まあ、うんさん無償しちゃうケースも、いっぱい見てますので、じゃあちょっと僕がやってみせましょうかというようなことで、民間校長というようなことになるわけです。で、まあ、中村さんもおそらく忘れもしないと思うんですが、3月に僕がもう赴任するつもりで、住宅まで全部決めて、行きましたときに職員会議呼ばれてですね、錦先生、成増さんとですね、組合の方から校長就任拒否決議っていうね、もう断行みたいな感じでですね、もうおソース缶に合うわけですけども、その直後にですね、まあ、翌日教育長が今度呼び出されましてですね、中村さんが。これまあちょっとね、その時のことはなかなか語られないとは思うんだけど、まあ、教育長も一応辞めましたし、どういう感想で、そしてなんかどうされましたかみたいなのはちょっとすっと聞いたら、喋れる範囲で喋っていただければと思いますけども、教育長呼ばれて、先生方にやられたわけですけども。というより、まあなんか教育上が出てこいという話ではなくて、僕がもうみんなを集めてくれと。で、僕が話をすると、直接。で、全員に分かるように話をする。で、校長先生を決める人事は教育委員会がやるべきことなんだと。あなたたちが拒否するとか、いらないとかっていう話では全然ないんだと。で、しかも私たちはもう教育委員会も議会も全部手続きを通してきてるんやから、これはもう受け入れてちゃんとやってもらうという方針をピチッと伝える機会を持たないと、いつまでもそんなことになるし、まあ、気持ちよく来てもらう先生に対して大変失礼なことをしてるわけですので、これはもうありえないということで、集めて全員で話をしました。全員来ましたので、これはもうきちっと伝えると、明日からこうやりますからということでした。はい。だけど相当言われたでしょ、いろいろ。言われました。中身 は今ね。のは表の話でね、もういろいろあったと思います。で、なかなか言えないことも多いと思いますが、はい。で、その後、まあ、2年間ですね、生徒のスマホを生かすとかですね、世の中が始まったりですね、その後に、まあ、学科編成を変えたりする準備もですね、始まるわけですけども、まあ、僕がいた2年間については、その中室教育長としてはですね、当時の教育長としては、どういう改革だったか、ちょっと振り返って、ちょっと短くコメントしていただけますか。我々はだから当初先生来ていただくときに全員タブレットを持たして入学させようとしたんですが、先生から出てきたのは、いや、タブレット1人ずつあんな高いもの買わさんでもスマホ持ってるじゃないかと、そのスマホで十分つながるじゃないかというような話でしたが、Wi-Fi 環境も全然整ってない中で、こう最初はだいぶこうトラブルもありましたけれども、あ、そういう発想なんやっていうのは、だから僕のあの時の感覚からしたら、いや、タブレットを持ち込ませる公立学校っていうのはすごい斬新な考え方やなと思ってたんですが、それをもっと飛び越えてスマホって言われた時に、ああ、そうなんや、行き着くとこはそこにあるんやなっていうふうにあの時は思いました。で、だからそのやっぱりICT を使って、これからまあ、いわゆる一人一人にコミットメントしていく、そういう教育改革をやるんやって言われたことは、実は僕が今白藤学園に来てまたやろうとしていることとはつながってるんです。それですね。はい。はい。で、結局、まあ、ある意味無理やりに生徒のスマホをブリングヨアオンデバイスですね。BYOD で、つないでそれを使うっていうことをやったことが、結局コロナが起こって、まあ、それが正しかったことが証明されちゃって、で、それがこう、デファクトで都立校なんかにももう今広がろうとしてるんですけども、まあ、本当のその根っこの思想は、要するにスマホ使いましょうっていうのが大事なんじゃなくて、結局その個別に、個人に合わせた教育が行われるべきということで、アダプティブラーニングですよね。で、そういう方へおそらく、
まあ、振っていくっていうことはまたこれからもされると思うんですけども、まあ、これからのことで聞く前に、新制一条高校は来年中学が創設されますよね。これについてはもちろん中室教育庁時代にずっと、ね、準備されたと思います。この3年4年準備して、まあ、教員もどういうふうにですね入れ替えるかみたいなことも含めて大変だったと思うんですが、そこへの思いもちょっと、じゃあ一条高校へのこうオマージュというかエールも含めてちょっとコメントどうぞ。やっぱり奈良市で唯一の、市立高校ですし、やっぱり奈良市民はやっぱり優秀な子どもたちが学んでる学校としてのプライドも持っておられますので、なんとかやっぱり成功させたいということがありますし、まあ、周りで県立高校がずっと閉じていくわけですね、少子化で。閉じていく中で一条高校がどう生き残るかという、いや、今は人気があって、今はたくさん子どもたちが集まってきている。でもそこで立ち止まったらやっぱりダメなんで、進んでいくっていうことが私は必要だなというふうに思っていましたので、先生が在職中にそれこそ5年ほど前には、先生、中高一貫校はどうですかとかいうようなことを私は先生にも投げかけたし、いや、一条高校の今の状況では無理なんと違うんかとか、あるいは中高一貫校やるんやったらもう栄養入試に特化するような学校にしたらどうだとかいうような、先生いろんなお話をいただいて、私もずっとそこは悩み苦しみながらですね、ただ一つ思ってきたのは、このまま立ち止まったらあかんと、あれ進んでいるという歩みがあったらきっと学校は生まれ変わっていくけれども、止まってしまったらあかん。だから先生方にもそのことを求めたんですね。そうですね。移動がないですから、一条の先そう生。なんですよ。僕はだから待てと言ったんですよね。今は時期じゃないと。なぜならそのベテランがまだね、いらっしゃるんで、そこが入れ替わるのはこの5年ぐらいでガッと入れ替わるんで、そこでね、新しいその先生また、できたら全国から公募して、やったらいいって言ったんですけどね。はい。で、今、この白藤学園の理事長としてですね、奈良女子校、まあ、やっぱりそういう難しい少子化というようなことで、時代に理事長になられて、これはどう変えようとされてますか？やっぱり状況は大変厳しいんです。少子化ですし、それから女子校ですので、女子だけですから、人口の半分しかいないですから、ここでそうだ。決めるっていうのは普通だから、よくやられるのは男子も入れて男女共学にしてですね、単位を増やしてっていうような経営もされることもよく知ってるんですが、まあ女子校でということなんですが、ここへね、僕も教育長終わって、なぜあえてまたその厳しい状況、しかも、まあ、少子化の中で、しかも集まってくるのは女子だけの、そしてあまりその進学校やと言われないような状況の中でですね、なぜあえて来たんかという、来るのかというところに関わるんですが、私はまあ一つはもともと言えば教員なので、教員として、おそらくその学校何かこの学校というところに魅力を感じるのは、おそらく関わってきた子どもたちの表情やら、あるいはなんかこう志みたいなものがパッと子どもの中に見えた瞬間をいくつかこう出会ってるんだろうと思うんです。その後こう、なんていうかね、報いることもいっぱいしてもらってきたと思うんです。で、これが教員の妙みたいなところでですね、これがあるところには八ヶ岳連峰じゃないけど、山並みが続いていても、また登ろう、また登っていこうと、きっとそこに子供がおって、ああいう楽しい思いっていうか、それはね、私、教員から市役所に入った時につくづく思ったんです。市役所に入ると大人ばっかりの世界ですから、そんなに喧嘩したら、みんな大人に忖度をしながら、気が合わなかったら避けていったりしながらですね、お付き合いをしていくわけですけど、子ども社会におると、もう子どもはいきなり喜んだり笑ったり泣いたりぶつかってきますよね。ああいうのが大人社会にはない魅力をこう学校っていうところに感じてそいる。こがもう先生というね、仕事、まあもう本当今大変だし、じゃあ給料と割が合う合わないみたいなこと言い出したら、
合わないかもしれませんけども、でも一番その今先生がおっしゃったことが一番教員の妙味、うん、まあ毎日毎日なんかその舞台に立っててそこでなんかこうミュージカルだかなんかそのね演劇が行われる、それ何が起こるか分かんないその人間ドラマが毎日生まれるみたいなね、そういう職場ってほぼないと思いますので、やっぱ会社ってできたらそれ処理していきたい、左から右に誰がやっても同じっていうのにして効率化するのが会社なので、その極端、それ正反対、もう絶対効率化できないところが学校なんで、そこに魅力を感じて、まあそこにもうとらわれたらもうこれは逃げられないみたいな、はい、で今もう改革であれですね、今村久美さんの例の語り場なんかをね、取り入れて、はい、でやってらっしゃるんですよね。で斜めの関係をまた、はい、高校で作るにはどうしたらいいかというですね、はい、はい、でね、先生ね、はい、どうぞ。もう一つ僕がこの白鯵学園に来た理由としては、うん、先生がそれこそ今言われた一条高校の議論をずっとしている頃に先生が僕にあるメモ用紙をくださったんですね、はい、でそのメモ用紙の中に書いてあるのはこう書いてあったんですね。やりたいことがある生徒を育てる学校、それからもう一つはとても大事なことを体験を通して学ばせる学校、こんなものを作コンセプトとしたらどうなんだっていうことを僕にメモ用紙としてメモで取って言ってもらったんですね、はい、それ僕ずっと持っててね、これはねやっぱりやってきたら今でも通じることやと思います、うん、こういう学校を体現したいと思いましたので、今白富士へ私はもう一回山登ろうと。なるほど、もう70代になってもう一回いいですね。その中室先生からちょっと皆さんに、はい、投げかけたい、お題、はい、お願いします、はい、私はこの白鯵学園に来て、でやっぱりこの学校改革するためにはですね、やっぱり理事長と事務局長と校長というこの芯が一本通ってるということが大変大事だと、これが肝だというふうにも思ってます、うん、そういう点で今高等学校は私とずっと長い間一緒にやってきた石原さんという人が高校の校長をしてくれて語り場を入れて、全くもう今速達同時という言葉がありますが、なんかこう殻の中から子どもが笑おうとしている、上から教師がそれを続こうとしているような光景が見えてきたというところなので期待をしたいと思うんです。でそういうですね、同志として集まるということがすごく学校改革には大事だと思っているので、一つお題ですけれども、はい、あなたの夢の実現に欠かせない同志はどんな人ですかと。いやーこれいいですね、夢の実現にね、あるいはビジョンの実現にね、欠かせない同志ってどんな人ですかと。孫悟空であれば猪八戒と沙悟浄みたいなことになるでしょうし、まあ割とこうゴレンジャーみたいに向かっていく5人でみたいなね、7人の侍なのか12人の使徒なのか、たった1人のねこの相棒なのかですね、ちょっとこれは考えてみたいとこですね、中室さんの場合には、やっぱり理事長だからこの現場をやる校長、そして事務全般ですね、管理の方をやる事務長っていうのをもうとにかく引き連れて行ったような感じだったと思います。僕も、まあ、一応ここの校長をやるときに、副校長と事務教頭ですね、を、ね、一緒につけて、西さん成増さんと行ったわけですけども、そういうことは絶対大事ですね、それを皆さんにも考えていただきたいということで、中村仙人さんからですね、お題が出ました。では最後例のやつお願いしたいと思います。いいですか、はい、はい、では君になら、うんできる。